君も心配性だね、マトイ。前にも言った通り、異常はないよ。数値上は全く問題なし。ダーカ因子を取り込みすぎているとか、そういった予兆も見られない。深淵なる闇への変貌時とは全くの別物だ。むしろ、その逆とも言える。自分自身はどう？何か自覚症状なんかはあるかな？おい、めんどくせえことになるのは目に見えてんだろうが、余計なことを言うんじゃねえぞ。奪い取った力を取り込まず、それによってダークファルスを具現し戦う。まるで具現武装みたいです。今までそんなことできなかったのに、どうして急に。順当に考えるなら、エフィメラってやつの影響なんじゃないかな。あれとガーディアンのフォトンが相互に作用し合って、新たな力になってくれたとか。でもでも、エフィメラって深淵なる闇のかけらみたいなものなんですよ。それがあなたの力になってくれるなんて。シエラ、今の深淵なる闇の宿主は誰だと思ってるんだい？だからなのかな、あなたからは嫌な感じがしないの。私も二代目ちゃんと同じ意見かな。フォトンの流れも綺麗で大丈夫そう。マトイは心配性だけども、その心配はもっともなところだ。検査と調査は続けていくけど、とりあえずのところ君に何事もなくてよかったよ。むむむむむ、アークスの誇るガーディアン二人が仲睦まじく歩いておる。これは事件の香りだよ。とんでもないことが起きている予感がビンビンするよ、ティア。ただ仲がいいだけでしょ。あ、お二人ともお騒がせしてすみません。相変わらず元気だね、パティちゃん。ティア、もちろん。アークス1の情報屋パティエンティアは元気が売り。情報屋ならちゃんと情報を売りにしてくれないかな。でもパティちゃんの言う通り、お二人がのんびりアークスシップを散歩してるって珍しいね。いつもはなんかあちこちを駆け回っているイメージ。特にあなたが。ねえねえ、ティアもそう思うでしょ。これはもう事件の香りしか。落ち着けバカね。そんなことないよ。変なことなんて何も起きてないよ。マトイさん、なんで自分から首突っ込むの？さあ、あなた、事件は現場で起きているんじゃなく環境で起きているんですか？一言で言うと、ただの探求心というか。パティちゃんの野じ馬根性でしょ。白日のもとにさらすとかではないです。今はもう情報は適切なタイミングで開示されるようになっているので。何か隠しているなら、それは相応の理由があるんだなって私たちも分かってるよ。でもこう、情報屋の血が騒ぐの。何か協力できることないかなって。協力って？あなたもマトイさんも
無理ばっかりするから少しは頼ってほしいってこと。私たちもアークスなんだからね。そりゃまあ2人に比べちゃったら頼りないかもしれないけどさ。パティちゃん、ティアちゃん、ありがとう。その言葉だけで、うん、なんかとっても元気が出たよ。ペンはレスタよりも強し。癒されたくなったらいつでもどうぞ。でもご利用はほどほどにしないと、無駄な会話に付き合いきれなくて逆に疲れちゃうと思いますよ。ひどい。待て、動くな。その場でじっとしてろ。あれはディアとゼノのやつだな。ずいぶん楽しそうじゃないか。どうでもいいわけねえだろうが。ゼノの野郎に変なことを吹き込まれていたらどうする。話は終わったみたいだな。ええ、ちょっと体を貸せ。どうされましたか。なんとかしておけ。あの、あなた様大丈夫ですか。おかしな方ですね。ゲッテムハルト様もあんな風に私をじっと見る時があったので、なんだか懐かしい感じでした。ちょうど先ほどゼノさんともゲッテムハルト様や姉さんの話をしていたので。はい、私の知らない二人のことを時々聞かせてもらっているんです。具体的にどのような話かは秘密とさせてください。ゲッテムハルト様に聞かれたら怒られちゃうような話なんです。いえ、照れちゃうでしょうか。だからなんだか今日は雰囲気の似ていらっしゃるあなた様にも秘密、そういうことです。それではまた。ゼノの野郎、ディアに何を吹き込みやがった。おい、今すぐあいつを潰しに行くぞ。とっととその体を貸せ。かけられてるっぽいからちょっとかくまってほしいかな。ほら来た。あら、あらあらあらら、変な気配を追いかけていたらあなたにたどり着きましたね。つまりつまりこれはこれはあなたが変と、そういうことなのでしょうか。はい、変な気配ですよ。あなたは感じませんか？リサはですね、リサの感覚に素直に生きているだけですからね。変と思ったら変というだけです。でも、この変な感じは嫌な感じとは違うやつですよ。あなたに近いもの、ですね。
るとこの変な気配は、やっぱりあなたからなんですか？まあ、リサは暇つぶしに追いかけてただけなので、どうでもいいんですけどね。それではリサは行きますよ。変な気配の持ち主さんにもよろしく言っておいてくださいね。ではでは、ではではでは。はあ、言ってくれた。得体の知れない怖さがあったよ。気配を感じた程度なら気のせいだって流しそうなのに、確信を持って追いかけてきてたもん。それだけ自分の感覚に自信があるってことなんだろうけど、それとも私何か変な匂いでもしてるのかな？そんなことないよね。ま、たとえ姿が見えなくても気づく人は気づくってことか。さすがアークスって言うべきかな。ちょっと待てって。そんな頭を下げられても困るし。いいから頭上げてくれって。ほら、みんなこっち見てるから。先輩、ちょっと助けてくれ。先輩、あ、こんにちは。リオさんの先輩さんってあなたのことだったんですね。納得です。先輩が来てくれて助かったよ。この子はいきなりお願いがありますって土下座し始めたから。人にどうすぎたお願いをするときはこうするものと習ったんです。香取さんから伺ったんです。伊予さんと協力しての宣伝活動がクラスの定着に必要不可欠って。それ香取さんの勘違いだ。俺はそんなに関係ないって。いいえ、そんなことありません。私も確かに聞いたことあります。宣伝活動をするお二人の話を。聞いてたのか、あれを。それに調べたところ、伊予さんはかつて浅波さんと協力しブレイバーの定着にも一役買ったと。情報屋のお二人もマンネリ打開に協力してくれた伊予さんには感謝の言葉しかないと。やめろ、やめてくれ。だからお願いです、伊予さん。そんな謙遜をせず、クラス定着のため私にもその力を貸してください。分かったよ。俺にできることがあるなら協力するから、もう勘弁して。本当ですか、伊予さん、ありがとうございます。それでは早速やりましょう。一番効果的なのは目立つ場所での宣伝と香取さんから伺っています。え、そういえば今のこの場所はちょうど人が集まっていますね。伊予さん、ここでやりましょう。先輩、何他の人に混ざってるんだよ。止めてよこの子。専用の衣装も用意してありますよ。来ますか、伊予さん。準備万端すぎるだろ。ガーディアンの奮闘によりベルン公国のシュレッガー皇帝は討ち取られた。クエントに伝わる赤き蛇竜の再来もまた、剣の巫女の尽力とルーサーの起点によって再度の封印に成功する。降りかかっていた目下の問題を解決し、クエント新王とは一時の安息を手に入れていた。ベルン公国の陥落、そして赤き蛇竜の撃破から1週間、クエント新王と玉座の間にて新王ハリエットの陣営は一堂に会し、今後の対策会議を開いていた。
ただ一人上の空の人物を含みながら。赤き邪竜の状況について剣の巫女様から何か連絡はありましたか？国軍も動員して監視を続けておりますが、現状問題なしとのことです。剣の巫女様からも今しばらくは封印も解けないだろうとの報告を受けております。ベルン内部の状況ですが、未だ稼働中の魔人城は多く、平穏とは言い難い状況です。ですがベルンとの国境線上において断続的に発生していた衝突は落ち着いてきました。では物資援助の準備を進めましょう。何よりもまずベルンの民の疲弊を癒さねばなりません。我が国もそこまで物資が潤沢なわけではありませんが。それでもです。初動の対応を誤ればその禍根は生涯残り続けるでしょう。国の違いで差別を作ればたちまち暴動の火種となる。それは避けねばなりません。何を言っている、ハリエット。他国のうぞうむぞうなどに遠慮は不要。ルーさん、何をおっしゃっているんですか？僕は道理を説いたつもりだがね、抵抗は無意味だと知らしめる手段として最も適切なのは見せしめの処刑だ。それだけで他国への牽制になる。その上で他国へと文を送るんだ。下るのであれば命の保証はすると。兄弟であったベルンが下った今、他国とて我が国の言葉に耳を。ルーサー。すまない。今の僕の発言は忘れてくれ。はい。ベルンについては下手にこちらから干渉せず統治をお願いすることにします。本来は皇帝の弟であるエルミル様が適切ですが、行方が知れず。に、あ、いえ、ルーさん、どうされましたか？気分が優れないので、僕が退席させてもらうよ。皆は会議を続けてくれたまえ。なんだか様子がおかしかったですね。やけに攻撃的というか。兄様。なぜだ。僕はそんなことをさせるためにこの子を生み出したわけじゃない。待っていろ。全てを知ることさえできればそんな愚かな手段を用いずとも。なぜだ。なぜ答えてくれない。シオン、答えはそれしかないとでも言うつもりか。違う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 。こんな会は間違っている。そうそうだ、僕が全知を得る。そしてそして、どうしたんですか、ルーさん。ノックもなしに入ってきて。ルーさん、兄様。ハリエット、僕の最高傑作、その身のあるべき場所はここじゃない。兄様。今のはハリエットさんの悲鳴。ハリエット様。あれはルーサー様なのですか？この反応はダークフォルス。まさかエフィメラを使ったことで目覚めたとでも。
渡さないぞ。僕の最高傑作は渡さない。全地を掴むその時まで。待て。そんな、ハリエット様がルーサー様にさらわれるなんて、一体何がどうなっているんだ。バルナさん、大丈夫ですか？心配は無用。受け入れがたいが、受け入れるしかない。ルーサー様の乱心を、ハリエット様の失踪は秘密にしてある。それを明らかにしようものなら、我が国の土台がたちまち崩れてしまう。故にその捜索は秘密裏に進める必要がある。わかるな、ガーディアン殿。現場を見た私たちだけで何とかするしかないってことですね。行き先の宛などわかりますか？ルーサー様は元より秘密主義の方。ハリエット様ならまだしも、僕では皆目見当もつかない。だが移動の痕跡は見つかった。このクエント新首都から北東の山脈に未確認の魔人城が召喚されている。翼を生やした見知らぬ魔物種を生み出すという報告もあった。これはおそらく。ルーサーが移動しながら召喚した魔人城。僕はハリエット様の副官。王の不在を悟られないように執務を回さねばならない。頼めるか、ガーディアン殿。よろしくお願いします。